ラフィー・キャシディは、イギリスの女優。イギリス、イングランドのグレーター・マンチェスター・ウォー・スリー出身。二人の兄・フィニートもし、一人の姉・グレースもそれぞれ役者として活躍している。テレビ映画、スパニッシュ・フルー・ザ・フォー・ゴットン・ホールンや BBC のテレビドラマ、32、ブリンク・バーン・ストリートに出演した後、2012年公開のファンタジー映画、ダーク・シャドウで、 アンジェリーク・ブシャールの若い頃を演じ、さらに同年公開のファンタジー映画、スノーホワイトで、幼少時のスノーホワイトを演じた。英国の児童文学作家ジョージア・ウィングによる、モリー・ムーンシリーズの一作目、モリー・ムーンの世界で一番不思議な物語を原作に、下2015年に、公開の映画、モリー・ムーン、ザ・インクレディブル・ヒップノティストで、ドミニク・モナハン、エミリー・ワトソン、 ジョーン・コリンズ等と共演、主人公、モリー・ムーン役を演じた。また、同年公開の、ブラッドバード監督作 SF アドベンチャー映画、トゥモローランドで、謎の少女アテナを演じている。映画、トゥモローランドで、ジョージ・クルーニー、ブリット・ロバートソンと共にメインキャストの一人で、謎めいた少女アテナ役を演じ、この映画のプロモーションのために初来日。年月日に、 クルーニー、ロバートソン、ブラッドバード監督と一緒に六本木ヒルズで行われたジャパンプレミアに登場した。また、インタビューにも応じ、トゥモローランドでのクルーニーとの共演に全然緊張することはなかったとコメント。ディズニーランドが大好きだそうで、お気に入りのアトラクションとして、スペースマウンテンとカリフォルニアスクリーミンを挙げ、ジェットコースター系が好きですと話している。ありがとうございます。